どうもバンです。さて、デイリーキックトゥーゴー夜の部前半開始となります。ですね、実はね、今ね、ヘルメットをしていないんですね。でね、実はですね、ヘルメットに装着していたソニーの HDR-AS300、これね、ゴリラポッド風のアームにつけて使っていたんですけれども、今さっきね、使おうと思ったらね、あのね、両面テープがね、ビロンってこう剥がれちゃったんですよ。あのね、ずっとね、ちょっとヘルメットをね、こう壁にかけていてですね、でね、アームがずっとこう横方向の力がかかったままだったのかなと、まあ、いうところがあって、その両面テープってね、ちょっとずつちょっとずつね、剥がれるような力が加わったら、いつかはまたちょっとペロンって剥がれてしまうのかなと、まあいうふうに思ったわけですね。でね、これがですね、走行中にね、もし発生したらと思うとですね、ソニーの HDR-A300、これがですね、路面の上に、落ちてしまう危険性もあったわけですね。まあ、そうならなかったのがね、不幸中の幸いであると、まあ、いうところですよね。で、とりあえず、両面テープをもう一回付け直して、で、やってもいいんですけども、おそらくね、もう両面テープのね、力が弱まってきてますよね。まあ、だから、もう一回両面テープを付け直してもいいんですけども、もうね、これはね、ボルトでね、ヘルメットに留めちゃおうかなと、まあ、いうふうに思いました。で、ボルトになってくるとですね、このナットをですね、ヘルメットの中に、まあ、つけてしまうとですね、本当にこう事故った時にですね、ボルトがですね、頭に突き刺さってしまうと、まあ、いうことにもなりかねないんで、ナイロン製のね、ナットを、ナイロン製の、サラネジでね、で、それを内側からね、締め付けて、で、外側はナットと、まあ、いうようなね、形を取ってみようかなってね、思っております。ナイロンナットね、昔ね、ラジコンやってた時に、まあ、よく使ったんですけれども、ナイロンナット、まだあったかな、もう、さすがにどっか行っちゃったかなとか、まあ、そんなことを思っておりまして、GoPro の、プレートをね、ヘルメットにつける場合はですね、まあ、そういう落下する危険性があると、まあ、いうところをお知らせいたしました。さて、デイリーキックトゥーゴー、本題に入らせていただきます。この動画を公開する頃にはおそらくね、この動画を公開しているはずです。めっちゃ触れる動物園、滋賀県、ピエリ森山というね、動画です。これもう本当にね、家族で、お茶部くんともどもですね、行って、ほんで楽しんできてというような動画に、どっちかというと BGM 主体でね、そんな音量バランスで、表現してみました。もう本人はもう大興奮でですね、前から本人は猫が好きというところもあったんですけども、まあ、ひよこもね、大のお気に入りになって、ひよこはどこにいるのと、まあ、いうようなね、ところをですね、しきりにその後も聞いてきたりとかですね、その様子はね、山登りのね、動画にも出てきてました通り、すごくね、こう生物に対する興味がね、深くなったみたいですね。でね、これはちょっと一瞬ね、入園料高いかなと思ったんですけども、行ってみてよかったです。で、やっぱりその子供がですね、生物、科学じゃないな、生物ですね、に触れ合うと。で、実際にこの動物園行ってもですね、なかなか触れられないことが多いじゃないですか。それがですね、この動物園では、まあ、非常に珍しい取り組みだと思うんですけども、このような非常に子供にもですね、興味の引く、そういうような場所に、なっていました。でね、これ皆さんご存知の通りです。堀井動物園です。要するに、滋賀県にはですね、昔から堀井動物園というね、動物園があるんですね。動物園といってもですね、実は展示業といって、実際の動物園業とは違うらしいんですけれども、まあ言うたら、こうイベントとかでね、こう呼んでいただいたらこう持っていくと、そういうようなね、移動動物園ですね。でね、もうこの堀井動物園の噂はね、滋賀県ではですね、ものすごく有名で、実際にね、
の車で前を通りかかったこともありました。ああここかというようなところですよね。でね、あのね、いろんな噂がね、このね、堀井動物園、それからめっちゃ触れる動物園にあるんですよ。でね、これね、ちょっとね、いろんな情報がありすぎて、で僕もね、のどこれがどこまで本当でどうなのかっていうのがですね、本当にのネットの情報だけではね、の一概に言えないです。さて、お地蔵さんチェックポイントとなります。さてこっちじゃないんですよね、こっちなんですよね。で、本当ね、一つ言いたいのはですね、実際そこに行かずに、行きもせずにああだこうだ書いてる人はもうとりあえず論外というところですね。でもう動物愛護団体とかね、そういうところがですね、寄付金を募ってね、なんかもうここをやり玉にあげるというようなね、ネットの記事もありましたけれども、一つもうこれ大前提、一つ言えるのは、社会はですね、子供優先だということです。これもう大前提ですよ。子供のいない社会はありえないわけです。で、その子供がですね、生物、それから、理科ですね、要するにそういうことに興味を持って、で、自分はこういう動物の仲間の一員で、生かされているんだという実感をですね、持つことは非常にね、重要なことだというふうに思いますね。で、もうね、生物の話になったらね、おそらくね、魚がどうとかね、まあいろいろね、言う人が出てくると思うんですけども、これだけはもうはっきり言うときたいですよ。もう論より証拠ですよ。お茶部くんが生物に興味持った、これはもう紛れもない事実です。で、この揺るぎない事実をもってしてですね、この動物園を否定することは決してできないと思います。で、そんなもん小さい檻に入れといて動物虐待なんか、そんなんはね、短絡的な本当短絡的な意見だと思います。でね、その何十万匹もね、あれこっちだったかな、ここいつも迷うんですよ、何十万匹もどうのこうのとね、いうようなことを堀井動物園がやってるわけでも何でもない、その費用対効果ということを考えたらですね、決してこの取り組みは間違いではないというふうに僕は感じました。さて、本当ね、これ言い出すと多分ね、いっぱいコメントくると思うんですけども、僕はもう自信を持っています。社会はもう何でも言いますよ、子供あっての社会で、その子供が、生物、科学、それから、動物に興味を持つということは非常に重要なことだというふうに思います。で、なぜそこに動物がいて、この動物がどういう、位置づけなのかというのをですね、しっかりと把握することもね、非常に重要ですよね。だから公営の動物園だけが全てではない、ここのね、堀井動物園、堀井動物園と言いますけれども、堀井動物園がですね、本来目的としているところは揺るぎない、子どもたちに夢を与える、そういうところがね、ひしひしと、僕は感じられました。はい、デイリーキックトゥーゴー、夜の部前半、このあたりで一旦失礼いたします。はい、どうもです。デイリーキックトゥーゴー、夜の部後半開始となります。雨の方はね、さほどでもないですね。もうこれぐらいだったらね、余裕ですね。さて、堀井動物園じゃなかった、堀井動物園ですけれども、めっちゃ触れる動物園、これなんですけれども、僕はね、一つ感じたことがありましたね。すごくね、の動物の種類がね、多いんですよ。で、人気のある動物だけ置いているというわけでもね、なさそうなんですね。もちろんね、猫とか犬とかひよことかでね、人気のある動物はそれなりに広いスペースは割かれているんですけども、必ずしも、その可愛い動物だけをね、扱っているというわけではないというところがね、僕らはやっぱりそのたくさんの種類の生物層っていう言い方しますけどもね、生物層の中で、生かされているんだなというところをね、子供がね、もしかして分かってくれたらななんてね、そんな風に思いました。
僕がいつも言ってるやつです。生物多様性ですね。生物多様性がいかに重要か、歪んだ生物多様性、つまり、もう極端なことを言ったらですね、可愛い動物だけこう保護したらいいみたいなね、こうイルカとかクジラとかですね、高等な脳みそを持つ動物だけ保護したらいいとか、そんなね、馬鹿げたね、ことを唱えたりですね、挙句ですね、可愛い動物を優先したりとか、可愛い動物は特定外来生物法で指定されていても、あんまり殺傷しんとこうやみたいなね、そういう馬鹿げたね、話も聞いたりとかですね、そういうことにならないようにですね、したいなと思うわけですよ。でね、お茶部君がすごくたくさんの生物がいる中で僕らは生きてるんだなって、なんてことをね、まあそこまではね、考えてはくれてないとは思いますけれども、いずれね、そういうことを考えてくれる大人になってくれたらなぁなんてね、思いました。少なくとも僕はね、このめっちゃ触れる動物園行ってね、やっぱりすごいたくさんの種類のね、動物が世の中にいて、で、そのね、多種多様な中で、僕ら生きてるんだとは言いません。生かされているというふうに僕は言いたいですね。生かしてもらってるんだというふうにね、思いました。やっぱりすごくね、こう謙虚にね、やっぱりなった方がいいと思うんですよ。それはね、人間様はですね、力が強いんで、頭が賢いんで、動物をね、簡単に、おっと、ここはお待ちくださいにしないといつまでたっても雨に打たれ続けてしまうぞ僕こう時間帯がね、かなり遅いんですよ、今実はねえ、残念ですよね、夜遅くまでねえ、かかってねえ、帰ってきてで、信号でいつまでたっても青にならないというねまあまあ笑い話ですけれどもね、もうすぐ青になってくれるかなと。スクランブル交差点ね、ちょっとそっちの方行った方かな。斜め横断したらまたね、うるさ方がね、いますから。さてさ、じゃあそれはまあ置いておいて。でね、やっぱり僕はね、この堀動物園、すぐ堀動物園って言っちゃいますね。僕らにしてみたらね、やっぱ堀動物園で通ってるんでね。で、このやっぱ堀動物園にですね、もう大きな大きなエールを送りたいですね。で、雑音はね、いっぱい入ってくると思います。余計なことを言う人がいっぱいいますから。で、モラハラ含めましてね、本当こう誹謗中傷もおそらくね、相当あると思います。で、やっぱりね、そういうね、雑音にね、負けずにですね、子供たちに夢を与えるというこの取り組みをずっとね、続けてほしいと思います。それはね、法令に違反したりとかね、いうことではもちろんダメだと思うんですけども、そういうわけじゃないですよね。そういうわけではないのに、こう批判がね、相次いでいるっていうのはですね、すごくね、こう僕は問題あると思います。で、やいのやいの言うだけがね、言うだけは簡単ですよね。パソコンでキーボードをカチャ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 やるだけでね、批判できちゃう世の中になっちゃったわけですからね。自分の足を使わず、自分の手は動かすか、キーボードね、自分の足っていうのはこうフットワークですね。実際そこまで行ってとか、実際にこう奥山に入ってね、生態系を生身で感じたりとかいうことなくね、本当机上の空論でね、ネットでホームページ立ち上げて寄付金すのって、動物保護だ動物保護だ、そんな短絡的なことを言うようなね、団体とかのね、そんな雑音にね、こう屈せずですね、もう一貫してますよ、この堀動物園は。本当一貫してます。子供たちに夢を届けるんだと、もうこれ一本です。もうこれにつきますよ、ね。これからもね、頑張って、頑張ってなんて言ったらね、偉そうですね。本当、応援したいと思います。で、入園料はね、高かったですけども、実際行ってみたら分かると思います。これ十分その価値があると思いました。で、もし行かれる方がおられましたらですね、ぜひね、行ってみてください。行くだけの価値十分あると思います。で、もう一回行ってもいいかななんてね、思うぐらいですね。で、お茶部くんなんか今日も行こうやと、
さすがにそれはできないですけども、今日も行こうとかね、もうそのくらいもうね、本当にね、興味津々で、もうかけがえのないそういう場だというふうにね思いました。さてでね、そうは言ってもやっぱり、お値段のこともね言っておきますね。大人600円で、子供は1000円、子供は600円です。で、高校生以上が大人ですね。中学3年生までですねは600円と、まあ、いうところでね。で、3歳以下は無料だったかな。確か3歳未満か以下がちょっとねうろ覚えですけれども、正確な話はねネットで、めっちゃ触れる動物園で一発で出てくると思いますんでね、調べてみてください。で、おっとこれまたタイミング悪く雨に打たれ続けるね、信号の流れとなりましたけれども、で、これからの季節ねやっぱりね、生物にね親しんでいくそういうような季節になってきました。お茶部くんもまたねザリガニ取り行きたいなとかね言ってます。で、ザリガニさんその後ねちょっとね言っておきますね、お父さんお母さんが、ザリガニの水槽の中にいて、 お母さんが、いっぱい卵を産んで、で、水槽の中20匹ぐらい子供が生まれたんですけれども、お父さんがまず死んで、子供とお母さんがお父さんを食べて、で、お母さんが子供なくして死んで、で、子供がお母さんを全部食べて、で、子供の数もいつも何か少なくなってきて、ついに2匹だけになって、で、しばらくいたんですけども、ついには1匹だけになりました。ザリガニ水槽。ちょっとね、その動画もまた撮りたいんですけれどもね、ちょっとなかなか手が回らず、で今ね、王者として君臨しているザリガニがね1匹いるという状態ですね。でさて、そんなね、面白いザリガニもね、取りに行ったりとか、それからガサガサでね、水の中ね、これからの季節いい季節になってきますので、そういう動画もねバン TV の方ではどしどしやっていきたいと思います。それでは今日はこの辺で失礼いたします。